12月2日土曜日、ホンダレーシングサンクスデー2023開催に先立ち、モビリティリゾートモテギにて野尻友紀が F1 マシンをドライブした。ギャラリー、角田祐希岩佐歩がホンダレーシングスクールの特別講師として登場。2021年と2022年のスーパーフォーミュラでドライバーズタイトルを獲得し、今年はランキング3位となった野尻友紀。今回はスーパーフォーミュラ2巻のご褒美。 として2021 F1 年のを戦ったレッドブルホンダ RB16B の走行機会を得た RB16B はマックス・フェルスタッペンがメルセデスのルイス・ハミルトンと激闘の末にドライバーチャンピオンを獲得した一台だ海外レース挑戦の意思を示しながらも現状はひときわ魅力を感じるカテゴリーがないとも語っていた野尻今回の F1 ドライブによって今後の展望に変化は生まれたのだろうか なお、3日、日曜日に行われるホンダレーシングサンクスデー2 0 2 3でも、野尻は RB16B を8時55分から9時15分にかけてドライブ予定。レッドブルレーシングホンダ r b 1 6 b ×チーム無限 SF23 スペシャルコラボレーションと題し、来期から野尻とスーパーフォーミュラでコンビを組む岩佐歩が軽る SF23 とコース上で共演する。